しょ。たまに重なり合うような僕ら。はい、ちょっとさっきやめ、あ、さっきちょっとやってたんですけど、充電がなくなったんで。これミルクティーをね、今作ったんやけどね。冷たい牛乳じゃ溶けんやつやわ、これ。やらかした。全く粉が溶けん。ちょっと冷、なんかさ、熱くて最近。翔平って呼んで、翔平。翔平ってうち友達におったかな？ね、やばくない？最悪。全然溶けんし、粉。まあいいんですけど、もう。チークは、なんだっけ、エチュードハウスです。最悪、マジで。これをね、ポンポンってつけてるだけですよ。ボンボン。ちょっと、やらかしました。ミスった。はい。ちょっとね、予想外の展開ですごくダマになるっていう。牛乳、冷たいの入れたら。でもね、冷たいの飲みたいっちゃ、今。どうしたらいいと、そういう時って。あったかくチンして、氷入れればいいんかね。レンチンしては。ちょっとレンチンめんどくさいな。そう、ちょっとめんどくさがりが出てしまいます。ちょっと騙すぎ。ミスった、マジで。すごい。ちょっと一回飲んでみるか。ちょっと待って。ちょっと美味しいんだけど。美味しいわ。なんでかって言ったら、なんか、塊が美味しい。多分ね、うち甘党やけんいけるけど、普通の人絶対無理やわ、これ。リップはね、これです。イニスフリーを使ってます。音、え、嘘、そんなやばかった？すいませんよね。音が鳴っちゃったみたい。申し訳ない。やばいやばいやばい、あっぶな。あっぶな、今これでビャンってなったら最悪や。ミオとかちょっと溶けきってないの好き。ミロやろ？ミロ。わかる？マジで。めっちゃわかる。何飲んでるの？あれです。ミルクティーなんですけど、ちょっと牛乳、冷たい牛乳ベーって入れてきたんですよ。で、こっちで混ぜて溶かそうと思って。溶けなかったですね。溶けませんでしたね。やっぱり、さすがに。手怪我した。やけどした。そう。ミルクティー、ミルクティー。ミルメイクじゃなくて。え、マジやばい、これは。ネイル超可愛いやん、マジ。でも、バーリ伸びとうけどね。バリバリ伸びとうけど。なんで怪我したの？ちょっと唐揚げみたいなの作ってたんですよ、この間。で、その時に油がめっちゃ跳ねてきてから、もう死ぬかと思った、もう本当に。スイッチ持ってなくて、最近ゲームずっとしてて、なんか、なんだっけ。荒野行動じゃなくて、なんちゃらかんちゃら。フォートナイトってやつ。なんか友達が結構みんなやってて、初めて見たらウケたみたいな。うまっ。うまい言うて、それからの。はい。女性の中で言っちゃうため。超嬉しいです、マジで。ほんまに。ありがとうございます。父親君にマルリみたいな喋り方になってるよってさっき言われた。いや、ほんとにこれ映るんで、気をつけてください、ね、喋り方。リップ、山ヌットランバージョンも見てみたい。あーね。あ、ここをやってみようかな、今度ね。
お料理配信。いやいや、もう私、お料理本当に作ってる過程が最悪なんですよ。終わってて、もし。でも、その出来上がったものは美味しいみたいなタイプなんで、過程はちょっと、プロテインじゃないです。全然。プロテイン全然やばい。飲んでない。せっかく買ったのに、全然飲んでない。なんか運動してないけん、なんか、飲んでいいとかやなと思って最近飲んでない。てか、なんかこの辺がぼわってしとう今日。なんかさ、前さ、こういう髪型しよったよね、うち。なんかさ、この、エクステが出るな。ここをさ、なんかこう、クイーンってやるやつ、やりよったよね、前ね。はい。牛乳大好き。めっちゃ大好き。白髪はないですよ。ないけど。何、白髪見えた？白髪ないよ。わかる、プロテイン家に置きっぱ。え、わかる？全然飲まんくなったくない？なんか、最初さ、買った時さ、めっちゃ飲みよったよ、なんか毎日。もう日課みたいな、ルーティーンみたいな感じでめっちゃ飲みよったけど、いつの間にかの、なんか飲まんくなった。てか、ちょっとほんとさっきも言ったけど、ごめんね、男子のみんな。ちょっと、その女の子の日で、運動できない、今。絶対できない。別にしてないっちゃけど、特にできん。だってうち、そのミルクティーとかも飲まんしね、普段。口紅つくよね、わかる、マジわかる。やばい、うち、ほんとにやばい。縄跳びがおすすめ？持ってなぁ。でも、やってみたいな。うちのね、友達が最近ね、地元のね、すごく縄跳びをしてて、腹筋ができたみたいな、教えてくれたっちゃけど、縄跳びないっちゃうね、家に。で、この間、スーパーとかコンビニに行ったっちゃけど、縄跳びさすがに売ってなくて。前髪切ってないの？巻き方かな？でも結構普段から切りよんかな、うち。待って、ちょっと記憶が飛び飛びや。ごめんなさい。フラフープ？あ、フラフープもね、一時期ハマったけど、もう捨てたな。秋っぽくて、私。やばい。ココアはやっぱり？え、森永？何？何？どういうこと？どういうこと？どういうこと？もう。地毛どこまで？地毛もうこれですね。え、てか、やばくない？この短さ。これ、切ってないっけんね、これ。私、本当に、すごく昔、ちょっと、串失礼します。すいません。あんまり良くないらしいけど。人前で串解くの。私、本当に昔、ブリーチをずっとしてたんですね。そう。ブリーチしすぎて毛が切れちゃって、っていう感じで。いつの間にかこんな切れてた。切った覚えはないですね。まつげ自末です。自まつげを、この、なんだっけ、もう全然最近使ってないけど。何これ、不老不死ってやつでやってた。ゴルフしませんか？ゴルフやったことな。パターゴルフみたいなのやったことあるけど。明るい髪の方が好きかも。かわいい。マジで？嬉しい。え、てか今が明るいってことかな。でも明るいよね。めっちゃ髪色落ちてきて、やばいもん。うん、この日。大丈夫ですか？うん、大丈夫、大丈夫。うちそんなにひどくないけどね。けど、たまに、ちょっと、イラッとするとき。そう。たまにね、今はほら一人やけん別にイラッとせんけど、なんか龍我くんとかと話しようときに、え？何？それ？みたいな。で、龍我くんが、絶対マルリオ、あれやろ、みたいな。生理前やろ、みたいな言ってくるけん。はぁ？みたいな、違うし、とか。ちょっとそういう、ありますね。ちょっとその、
やっぱその時はイライラしちゃうのめっちゃわかります。なんでっちゃろうね、あれなんでな、なんか情緒かなんかそう不安定だな、なんかイラッとするやん。でも別になんであんなキレだっちゃろうみたいなっていう、そう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 、あれめんどくさいよね、マジ申し訳ない。やけなんかうちその男の子と二人で組んどるんやけど、まあ、知っとうと思うけどみんな、そう組んどっちゃけど、なんかなかなかさ男女の二人組ってなかなかおらんやんか。絶対留学にきついと思う、そういう時はね、その女の子の日とか。うん、え化粧かっこいいかな、逆に初めて言われた今。薄くないってずっと言われよった。カラコン、カラコンはフランミーの桜ロールってやつです。今日はね、イライラしてるでしょって言葉にイライラする、バリ分かれてたんで、そうだけど結局そう結局だけど龍河くんがなんかその生理やろみたいなことを言ってきたら、は違うっちゃけどみたいなそれを分からんくせにそうやって言わんでくれみたいな感じで言っちゃう。うん、そうこのカラコンね、フォロワーさんがめっちゃいいですよって教えてくれて買ったんよね。そうめっちゃ良かった、透明感っていうかあの裸眼感がすごい、そうはい、彼氏に先生お前に会いたくないって言われた会わん方がいいかもね、確かに。でも彼氏いる人は確かに変に喧嘩になりそう。龍河くん言い返さなそう。いや龍河くんはあの喧嘩にはそんな、何やねんお前おいとかそんなはないけど、こううちは結構ブワって怒ったりしてしまう、なんかはぁみたいな、もうはぁが口癖つけど、もうなんかはぁなんかはぁって言ってしまっちゃう、うちガチで口癖最悪やん、はぁが口癖って。そうはぁって言ってたけど、龍河くんはその根本的になんていうのかな、言葉攻めしてくる。いやなるにはこうこうこうでこうこうこうでおねみたいな、そうだからそこにまたうちがはぁみたいなってだけ、そうだけ、いや同じタイプじゃないかも。うんな、やけん多分ねよあのうまくいっとんやろうけど、お同じうちとうちみたいなタイプが二人おったらやばいかもね。そうですね、顔、え、ごめんなさいね。ファンデが何か知りたい。いや、なんか、その、今日ちょっと違くて、いつもこれっちゃん。クリアラストの黄色を使っとっちゃけど、これがちょっと今なくなって、で、今、家の近くの薬局にも、スーパーにも売ってなくて、だけど、これね、リュークのお母さんが前、あの、くれたんやけど、あの、ジルスチュアートのファンデーションをね、これはあんま使っとらんかったっちゃけど、今これしかないけんこれ使いよ。なんかいろんな色入っとっちゃけど、これをこうしたら綺麗な色になる、意外とね。そうマリリン今日何で髪巻いた、今日コテってこと、コテはこれです。なんだこれ、サロニアです。ハイライトしてないですよ、光焚いてるからかな、してるように見えるかな、してないです。はい、オールバックみたい、髪の毛キモ、無理、ちょっと今日は無理、わかんない、ちょっとね、ちょ聞いて、ちょっとあのね違っちゃう、うちま、あのもうほんと何回この話するんって感じだけどね、あの眉毛を昨日剃ったよね。そうで真ん中剃りすぎてやばいことになって、あのやばいことっていうかなんかここ真ん中反りすぎてちょっと今上げれない前髪が。髪長いとドライヤー大変じゃないですか、大変です、めっちゃドライヤー本当に無理、なんか一瞬で乾く機械とかあれば本当に買いたい、本当に。はい、アイシャドウ教えてください。アイシャドウはこれですね、ネイル行ってるところの人がワンマンライブお疲れ様でした、これをくださって、ディオールのやつ使ってます。これディオールバックステージアイパレット、でもこれのなんか紫が出とうらしくて、それが今欲しいけど今はこれ使って、だから今日はちょっとアイシャドウしてないです。
はい、髪長いと暑くない？暑いね。暑いけどね、夏はね、長くしたいんよね、うちって。なぜか。うん。なんか、なんやろな。夏はちょっとこう、ギャルっぽくなりたくなっちゃう。そう、髪色とかもそうやけど、明るくしたくなるし、髪も前髪かき上げたくなるし、結構、夏はショート。でも、冬もショートじゃなくて、ロングがいいよね。ロングがええやないかい。すいません。鼻筋何か塗ってる？鼻筋。まあ、今日はいつもより薄いけど、いつもこれ塗ってます。フーミーのちっちゃ顔シャドウってやつを塗ってますね。口紅はこれです。イニスフリーの11番。ビビットコットンインクティント11番です。はい。結局ロング好き。そう。結果ロングです。女は。とか言って。でもね、ショートが似合う人が一番可愛いと思うけどね。毎日化粧してますか？してる。動画撮ったりするけんね、うちは。うん。てか、取り巻きは熱くない？それな？それな？最近、タケキ君のポニーテールやと。マジ？いいやん。タケキ会いたいね。久々ね。まるちゃん、ラブチェア。ごめんなさい。なんか今日めっちゃみんな優しくない？なんなん？なんなん？なんなん？出れ、出れ、今日。何？無理。なえちゃん、ほんと可愛すぎて。可愛すぎる。マルイのロング好きだ。一番可愛い。ありがとね、なんか。すごく。あ、そう、今、ちょっと女の子の日だから、すごく嬉しい。うちさ、さっきさ、コメントでさ、なんか、うざいの来たったったい、なんか、早く。なんだっけな。なんだっけなんか、来とったった。それになんか、はぁとか言ってしまったけん、なんか、うまいと思って。それ、後から見返したら結構怖かったけん、やべえと思って。ごめんなさい、さっきの人。ごめんなさいね。ちょっと、そう、女の子の日の時にね、なんだっけな。早く歌えや、みたいな、言われたっけ。はって言ってしまったさっき。だって人間だもの、私の手を。ということで。え、あかねさん？あかねさん？これ。本物？偽物？おい、マルリー、コロナどうにかしてくれよ。いや、もうね、うちができたらしとるかな。あ、お風呂入るのやつやん。それやん。お風呂やん。それ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 。お風呂、なんかお風呂入った後やったのに、お風呂入れみたいな気そうだけん。は入ってきたし、みたいな言ってしまった。ごめんなさーい。すいません。ごめんなさい。千人の方すいません。ライブ初コメです。ありがとうございます。ちょっとね。本性化け物でやらせてもらってます。いや、なんかさ、てかエクストバリでどうやん？どうしたん？なんかさ、何やったっけ？何の話？突き詰めです。でももうすごい伸びてる、今。何の話をしたっけさっき。ちょっと怒ったの気づいちゃった。マジ。ごめんなさい。ごめんなさいね。怒ってないです。本当に私はいつでも元気よ。はい。てかさっき一瞬ね、その、昔の高校、あ、じゃあ、2014年ぐらいの、動画、めっちゃうちが頭おかしい動画を一瞬ストーリー載せたけど恥ずかしくて消しました。見た人います？ライブイエアでマルリちゃんの歌聞いてから大ファンです。だってマジですか？ありがとうございます。嬉しい。アホ毛作ってみて。アホ毛めっちゃ悪くない？うち結構アホ毛はすごくある方だと思います。顔が小さい。いやいやいや、そんなことないですよ。裏行ってまたメイクしたんですか？すごいですよ。いや、なんか暑くて寝てる時に今日、そう、めっちゃ暑くて、見た見た見られた。そう、暑くてさ、もう一回入ったよね。それが変な時間やったっていう。そこマルイちゃんの好きなところ1000個言える。それはコラボして言ってほしいぐら
何飲んでますか？ミルクティーです。ミルクティーがもう美味しいですね。見たよ、頭おかしかったね、やっぱり。マジで頭おかしかったやろ。ちょっと恥ずかしくて消したもん。って考えたら本当にね、年々落ち着いてきてて、すごく。やっぱあの頃の方がウケたなとは思うね。面白かったなとは思う。だけど地元の友達とかに会って、あの時のあれやってよとか言われて、パッとね、できんくなっとる自分が情けないもんね。いや、どこに何を感じとるわけ、うち。そう。歌はもちろんね。歌はもちろんよ。ただ、お笑いっていうか、そういうところにもすごく、なんて言うんですかね。そういうのもすごく、私は、やってきたんで。今髪何色ですか？一応アーモンドラテっていう色なんですけど、多分ね、もう落ちとうけん色。エクステがこれじゃんね、この。やけん地毛が、このちょっとピンクっぽい感じっていうか、ちょっと赤茶色だけど、もうね、エクステの色がもう黄色くなってきた。なんかさ、差がやばい。笑って。ごめんなさい、なんだっけ？笑うって。ごめんなさい。ちょっと女の子の日で情緒が不安定。ごめんなさい。はい、洗顔と化粧水何使ってますか？洗顔は、ね、前のしたっちゃけどね、デュオってやつ最近使ってる。また乗せますね、今度。なんかネットで買ったよ、最近。で、前は、ファンの方にもあったシュウ・ウエムラのオイル使ってました。マルリわかる？同い年だけど、なんか昔のノリって忘れてる部分はあるよね。お互い年取って。そうそうそう。だけど、ね、なんか、前の動画とか見て、めっちゃ元気なよね。いや、別に今も元気っちゃん、別に。ただ、なんか、もう、声のトーンが、ほんと、8トーンぐらい上みたいな。ガチで。で、まあ、よかったっちゃよかったっちゃかね。こんぐらいで。さすがに、今もあのテンションやったら多分、うざいと思う。マルリって動画よね。マジっすか？私多分結構メイクでね、言われるっちゃね。なんか大人っぽいって言われるときもあれば、なんか子供っぽいみたいな、言われるときもありますね。はい。情緒不安定いいね。ちょっとガチで今日情緒不安定ですけど。やけど痛そう。マジ痛かった。最悪。本当に痛かった。はぁ、綺麗。ありがとうございます。あやっぴーって呼んであげて。あやっぴー。え、マジチークかわいい。え、マジこのチークバリ安かったよ。1000円ぐらいと。1000円、1000型じゃん、これ。何だっけな、エチュードハウス、ラブリークッキーブランシャー、チークかな、OR201。だって、状態いいね。それ誰が言ったっけ、状態いいねって。ごめんなさい、何かが出てきました。マルリのインナーは変顔必須。ね、変顔ってさ、でもな、勝手に出るくない？口紅何使ってますか？口紅は、イニスフリーの、ビビットコットンインクティントの11番、これ大好き。福岡出身ですよ。唇のとんがってるとこ、唇につけっぱなしなんですか？確かにね、なんか気になってきた、ここね。歯磨きてんな。これでいいのかな、わかんない。また路上ライブしてほしい。路上ライブね、やりたいですね。てか普通にライブしたいけどね、全然してないけん頭おかしくなってきました。私って何ってなってきてる。私って歌手なのかなって。歌手なんですけど、やっぱりライブをすることで、多分ね、みんな友達とかもそうと思うけど、アーティストのやっぱりライブをすることで、ね、いやってなるんで。福岡弁で何？マイマスカラ何使ってますか？ケイトですね。ケイト。これで自分の髪色に合うやつを探してみてください。多分ね、そのね、うちが使っとる色を使っても、それぞれ合わんと思うけん。うちはなんとかブラウン、なんだっけ。うちは、
ちはソフトブラウンってやつを使っとっちけど、でも髪が明るい時はナチュラルアッシュってやつ使ってる。だからその時に合わせてって感じですね。歌わんたい？うん、歌えんちゃんね、今日は。今日はっていうかね、本当にね、普通に夜はこの時間は面白いことして、面白いこと面白くなくな、なんか変顔に逃げ寄る最近やば、無理。ベースは何ですか？ベースはまずなんかこういうこの、まあこれももらったやつ、ディオールのやつはもらったやつなんですけど、これをビャーピュピュって、あのスプレーなんやけど、プスプスってかけて、マジ、あ、マジいい匂い、これほんといい匂い。これをまずかけた後にこのこれをやります。何 3C ホワイトミルククリーム、牛乳クリーム塗って、その後エチュードハウスのダブルラスティングファンデーションを塗って、でその後にあら、コンシールの形、コンシーラーザ・セムのコンシーラーを塗ってから、いつもはクリアラストの黄色を使っとっちけど、ちょっと今中身がなくて、これジルシチャート使った。ウィークリームほんと白くなるよね。そう、ちょっと白くなりすぎて本当にたまにやばい。手の後どうしたの？これね、やけどしたっちゃん、この間油が飛んでから。ユートピア配信しないですか？やけん、そういう、もうその新曲もめっちゃあるっちゃけど、あの全部、もうちょっと LINE 来た、そうあるっちゃけど、全部あのあれができるのよね。レコーディングをその家の機材とかでやったらちょっと音が悪くて、だけそのちゃんとリリースしてきた曲あるや、今まで12曲、あれぐらいのやつはやっぱそのちゃんとレコーディングのところで、あのしっかりプロの方にあのレコーディングしてもらって出すのが普通やけんさ。だけど今そのレコーディングできる場所も空いとらんけん、レコーディングができんくて、だけん嫉妬とかも本当はね、もう終わっとっちゃけどね。うん、でもちょっと本当やったらもう MV も撮っとっちゃけど、ちょっとね、いつになるかなって感じ。夏とかには出せると思っちゃうけど、まあね、本当曲一曲出すのにもこう龍河くんが作って、私もちょこちょこ作って、それでレコーディングして、その前にアレンジャーさんにまずアレンジしてもらって、それをレコーディングして、そっからまたこういろいろ調整して、でまた MV 撮ってとか、いろいろ本当一曲一曲すごく時間がかかることなんで、なかなかね、そうちゃんとしたいやん、出すなら。彼氏に求める条件3つか。優しい、面白い、なんやろ、あと一個、優しい、面白い、なんかどんなにくどかれても、他の女の人から、いや俺彼女いるんでってちゃんと言える人かな。ちゃんと友達とかに紹介してくれる人がいいですかね。はい、わかんない、私わかんな、わかりません、そんな条件ありません、そんな。女の子あるあるは、女の子あるある、あ、清潔感ね、清潔感大事だわ。あ、清潔感、面白い、あと可愛い、うん、かな。何言うてんねん、本当に。ニヤニヤ、待って、あれち、すいません、私恋話するとニヤニヤするタイプで、涙袋シュンクロピーン笑った。いや、あれやばいよね、マジやばいよね、びっくりした。うちも最後に言ったやつが一番考えてるから、それが重要らしい。マジガチ、そういうのあるった。
優しい、面白い、清潔な乳がん。乳がんないですよ。お互いに。え、最悪、髪についた。お互いにね。匂いね、大事だよね。いい匂いしてほしい。なんかついた、最悪。ちょっと待って待って。身長気にする？まあ、うちチビなんで、チビっていうか、まあ、そんな大きくないんで、156しかないから。まあ、それより。まあ、でも、できれば、できれば100、できれば198ぐらいあれば嬉しいかな。いや、ありすぎやないか。え、普通に170ぐらいでいいかな。うん。はい。年上がいい。年上。わかんないけど、年上、同い年がめっちゃ多いかも。同い年か年上。あ、年上と付き合ったこと？あるあるある。何の話？いや、わかんないですね。なんかそんな年は昔ほど考えてないですね。でもなんか高校の時に一回、彼氏、同い年の彼氏がいた時に、なんか、後輩からすごい、絶対、絶対マルリさんの彼氏よりも幸せにしますって言ってくれたんやけど、全く、え？ってなってしまって、絶対無理やろ。あなたにって思ってしまったと、その年下ってだけでよ。今考えたらめっちゃひどいけど、その時はほんと年下ってだけでもう、いや、みたいな。そう、なんか成人式に花束をね、持ってきてくれた子がおったんやけど、なんか、ありがとうみたいな。もう、なんかわかるかな？なんか、ありがとうねって、もうほんとそれだけしか。そうそうそう。だけど、なんちゃろうね。でも、今はそんな歳はあんま考えない。すかね、別に。学生の頃はちょっとこう、なんやろ、めっちゃ歳下って考えてしまったんやけど、今は、あんまりやね。うん。歳はあんまり気にしてないかな。そんなドラマチックなこと？どれどれ？あ、後輩のやつ？ねえ、確かに今考えたらすごいドラマチックよね。なんでその時って何も考えてない？うん。海外行ったことないんですよ。マジ行きたい。韓国行きたい。弟みたいな感じ。そうね。でもなんか昔は、その、先輩とか、年上の人に、うわみたいな。で、それでこう、なんていうと、ための人にさ、あの先輩といい感じっちゃねとかでなんか付き合いそうみたいな。で、それがなんかこう、なんていうと、自慢じゃないけど、その先輩ってだけで、ブランディングみたいな。やけ、その、うちの友達が野球部の未踏会な、その子。見てないかな。そう、その子がなんか野球部の部長、めっちゃかっこよかったっちゃけど、その一個上のね、となんか付き合ったみたいな。で、その、学食とかもめっちゃ二人で食べたり、文化祭も二人で、うちら一面で回ろうって言ったのに、その子は先輩と回ってみたいな。もうそれがなんかなんていうと、もううちらからしたら、うわ、いいな、みたいな。そう、わかる？なんかその先輩ってだけでそう。そうじゃんね。なんで左ばっか見る？え、多分癖。これやろ？これやろ？癖。マジ癖。そう。鼻つまんだら声変わる？変わる？ちょっと変わる？めっちゃ変わった。びっくりした。めっちゃ変わるっぽいわ。そう。ね、なんか、なんやろうね。あと。あ、そう。でもなんか、昔は左めちゃくちゃ何もない。ディオールのさっきの、あ、でもこれがあった。ちょっと待って。こちらが去年のクリスマスに、マルリットっていうかライブさせてもらったんですよ。スカイツリーで。そこでいただいたんですよね。スカイツリーさんから。色が変わる。左にも男、ちょっと待って。左に男は今ね。びっくり。はい。マユちゃんの可愛い角とかな。あ、それあるかもね。うち。こっちが好きなんよね、多分自分。そう。やけん多分ね、こっち向く癖ある。人と話し合っても、へぇーみたいな。いや、それやばいか。それはないか。でも多分歌いようときもそうやない？ちょっとなんかこれやだ。なんかやだ、これ。なんかやめてくださいということで。何の話やったっけ？あ、そうそう。やけんなんか昔は、
なんか後輩に、ね、待って、こっち見るのバレ恥ずかしくなってきたんですけど。そう、なんかあれやったけど、逆に、なんて言っちゃろうな。年上の人だったら、年上なのにかーってなることが多いみたいな。ただ、年下やったら、年下なのにすごいって。そう。やけ、なんかまあ、今はありなのかなって思って聞いておりますけれども。ディオールの更新見せて。で、これと、これもね、同い年のね、友達からもらったんだよね、今年の、誕生日に。これはジャドール。これもディオールなんやけど、ジャドールのヘアミスト。どっちもヘアミストです。でもこれを、考え方変わったんだね。そうやね。マジで。いつの間にか変わっていたよ。左向くのって思い出しながら話し合うけ、あ、それもある。ってなるもんね。あ、それかもしんない、マジで。スネアミスト持ってる。マジで。意識してね。ちょっと待って、意識してしまうやろ、そんだけ突っ込まれたら。知人に社会人になると年齢あんま気にならなくなってる。やっぱり、うちもそう。全然。なんかどうでもいい。ファッションリーダーズの時つけてた香水何やったっけ。え、わからん。芸能人のインスタライブとか見るうちね、あ、芸能人の方はもうフォローしてなくて、全然見てない。見たいなと思うけどね。後からこう、YouTube とかに上がったりして、おーすげーみたいな、この人やっと立ったりとか言って。まるりちゃん、つむじが見たい。つむじ？これ？は？なんで？なんでよ。留学何しろ、留学は最近あれじゃないですか、学校が始まって忙しそうですね。いい女の女子の匂い嗅ぎたい。わかる。あのモコモコの星、赤白青の、あれか、あれ可愛いよね、めっちゃ。あれね、留学くんが黄色ベージュ黒持っとうよ。そう、あれね、なんかね、結構マルリとリュウガってお洋服をこうセットでもらうことが多いんで、めちゃくちゃお揃い、お揃いみたいな服着てること多いんですけど、ペアルックではないっていう。左手やばくない？これ火傷した。リュウガくんね、留年じゃないっていうね、すごいよね。しっかり4年生になってました。今どころと？いやいや、部屋部屋。頭皮フェチな。やばくない？大丈夫？じゃあ、うちのこれ、頭皮。何点？うちの頭皮何点でした？今。最近またリュウが好きになりました。ありがとうございます。もうね、本当だったら新曲出てるんですけど、ちょっとね、今出せなくて、まだ既存の曲しかないんですけど、それを聴いてて、待っててください。食レポして、OK。はい、じゃあ本日はこちらのミルクティーの方、新食じゃねえやな、飲食じゃなくて、試飲していきたいと思います。こちらですね、マグカップの方がこちら、スターバックスの方、準備させていただきました。それでは一口ちょっと。なんかすごく粉っぽいですね、このミルクティー。大丈夫そうですか？じゃあいただきます。すごいなんかダマになってるんですね。これあえてですか、これは。あえて。でも確かに最初なんか飲む前は、なんか溶けてないのかな、これ大丈夫かなって思ったんですけど、意外となんかこの塊が、意外とこの塊がなんか、意外といい味出されてますよね。ですよね。これがポイントですもんね。このお店。ですよね。え、すごい、なんだろう。普通のミルクティーだと考えられないんですけど、何ですかね、粉っぽいんですよね。バリ悪口言った今。でもいい意味で粉っぽくて、味がしっかりします。でもちょっと溶かした方がいいかもしれないですね。溶かしたバージョンも販売した方がいいかもしれないです。ということで以上でございます。やめてよみんな。
ムチムチかわいいおててありがとうございます。本当にさ、やばいよね。てかここへっこむって言ったっけ、ここここ、これそう、私小指がすごく短くて太くて、あのポークピッツとかウィーニーって呼ばれてます。うちマジあだ名多い人生やな、マジで。こんなマルリっていうさ、すごい名前つけられてるのに結構さ、なになになに、めっちゃうざい食リポ。りょうすけさん、りょうすけさん、ちょっとりょうすけさんコラボしましょうよ。あの歌ってください。無理ですか、ちょっとみんなに聞かせたい。てかめっちゃ久しぶりですね、りょうすけさん。めちゃくちゃマジで4年ぶりぐらいじゃないですか。あだ名ソーセージです。なんでそれは、逆に。うちは小指が短かったけん、ウィーニーとか、あ、ポークピッツって呼ばれたっちけど。そう。シュンドルヘア、防音施設ある部屋とか選んだりするん。まあそうですね。コンクリートの作りだったり、初めて住んだところはもう、音楽マンションみたいなところに住んで、あのみんなが音楽をするっていう、しているっていうマンションに一回住んだんですよ。で、すごい別に防音じゃないよね。でもそこってそのマンション別に防音じゃなくて、なんかただ時間が決まっとっちゃう。そう、なんか例えば何時かな、例えば夜の8時まで音出して OK ですってなったら、なんていうんかなってなったら、まあ、出してはいっちゃけど、別に防音じゃないけん、もう、マジでみんなつ、あの、楽器をするわけ。やけん、うちは歌やけど、隣はピアノで、横はドラムで、その横トランペットで、みたいな。やばくない？そう。やけん、もう、オーケストラですか？このマンションみたいな感じでしたね。本当に。だけ引っ越したもん？てか、なのに苦情来たけんね、うち。うち隣のピアノの人から。やばくない？声がでかすぎたっぽくて、そう。ここって音楽マンションですよね？なんでうち苦情来んの？と思ったんですけど。あ、りょうすけさん？マジ？送っていいんですか？マジで。てか、皆さん、りょうすけさんっていうカラークリエーションっていう、りょうすけさんっていうマジ歌うまい人いて、と皆さんに聞いていただきたいですね。凌介さんの歌を。めっちゃ歌えないけど。凌介さーん。やっほー。やばくないですか、本当に。やばい。ですよね。久々じゃん。元気ですか。うん、バリバリ。何してます家で。歌ってます。家で歌ってたね、ちょうど。じゃあいいですか、ちょっと聞かせてもろて。いや、こちらこそ聞かせてもろていいですかね。本当にちょっと出せないんで声。たまるりっちさ、あの小指見してよ。小指ですか。かわいくない。電波が本当に最悪。俺かな。電波がやばいですか、私。ちょっと待って、俺かもしれない。いや、どこかな。よいしょ。止まった。動いてます。あ、私は大丈夫です。俺も大丈夫だ。でも、小指なんか生の方がやばくないですか。どういうこと。なんかこれじゃ伝わらない気がするもん。嘘。画面越しもっとやばいの。やばいですよ。元気？元気か。まあ、てか初めてじゃない？初めてです。すみません、なんかいきなり。やば。やば。やば。マルリーが食レポ見てます。あのバリバリ唇の跡ついてる。やばいやばいやばい、はずい。やるよね。やばい。なんか、もうぶちかましちゃってください。
いや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 、そんな今歌ってって言われて歌えないっすよ。みんな多分びっくりすると思う。うちだって結構出会ってきた人の中でもう一番レベルに歌うまいですよ。いやいやいや。え、マジ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 。マジマジ。じゃあ歌うよ。はい。よ。歌った。いきます。はい。まるちゃんのファンの方々、それではいきます。桜、今は、いやいや。ちょっと歌唱、わかんないです。コロナでちょっとあれですか？歌唱力ちょっと。コロナで歌唱力ちょっと落ちました。あ、そう。あれ？そう。いやいや、めっちゃ上手。バリバリフェイクとかもいけると思うけど。相変わらずすごい。やっぱり一番うまいですよ、出会ってきた中で。やっぱり。シャキオコール。これさ、なんか、あれ？今、一押しのフェイクだったけど。なんかちょっと歌唱力。あれ、気のせいかな。陽介さん、あれめっちゃ上手かった気がしてたんですけど。うん、変わらずだよ。だけど。あ、ここか。うん。あ、ちょっと前置きがうちやりすぎたかもしれないな、そしたら。あ、ちょっとハードル上げすぎたよ。上げすぎて、ごめんなさい。やめろ。いいっすね、なんか何の打ち合わせもなく、なんかいいっすね。ね、これこういうの好き俺。え、こういうのいいっすよね、なんかやろ。こういうの好き。急に。ね。いや最近さ、こうハマってることない？家の中で。家の中でゲームやってます、ゲーム。フォートナイトっていうゲームやってます。あ、知ってる。あれめっちゃ楽しいですよ。俺ちょっとゲーム疎いからあんまりわかんないけど、それは聞いたことあります。そうとか、まあ、あとはもうほんとありきたりやけど、ネットフリックス見たりとか。わかる。何見てる？え、なんか最近なんだっけ、ストレンジャーシングスと待って、俺見てるんだけど。やばいやばいやばい、嘘でしょ。え、マジっすか。俺さ、俺の周りみんな見てて、で、いやいや、うっせえよみたいな、はいはいはい、ってなってて、いや、みんな言うから、じゃあ見てみようかって、始め、あの、この前、はいはい、あの、見始めたの。あ、はい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 。バーリー面白い。え、めっちゃわかります、それ。めっちゃわかります。L。え、待って、うちもやけん、前見よって、こういう、ほんと恋愛ものばっかり見るんですよ。見そう。え、もう違うっちゃろ、恋愛じゃないっちゃろ、え、じゃあいいわ、みたいな感じ見てなかったんですけど、意外と、え、でも、めっちゃない。まだうち最後まで見れてないですもんね、まだ。え、俺も見てない。え、今どこ？今2、普通の終わりまで見たのかな。あ、じゃあ俺より見てるわ。2ぐらいは、まあ1はもう終わりました。おお、1は俺も終わってる。今2のね、途中ぐらい。うんうんうん、面白い。なんかさ、他におすすめある？おすすめですか？え、そう、恋愛は見ます？恋愛も好きだよ。うちは、なんか、あの、初恋は初めてなのでっていう。うん、うん。マジで面白いんですよ。それは日本のドラマ？韓国です、韓国。おぉ。あとは、イテオンクラスも面白かったし、まだ全然見てないけど面白い。見てねえのに。見てない。待って待って、最初、テラハ？うん。最初言ったやつなんだっけ？最初は、初恋は初めてなので。初恋、オッケー。ちょっとチェックしとくわ。それも面白いし、あと映画やったら、うん、ゾンビ系なんですけど、うん、新幹線っていう新しく感染で、うん、新幹線で、うんうんうん、それは、結構見える。マジで今すぐ、はい、今。え、それも韓国系？日本？それも韓国ですね。好きだな。っていう感じですね。新幹線、俺もゾンビ系好きだから。え、じゃあ絶対好きですよ、新幹線。見てほしい。え、結構、あの、グロい、ゾンビメイン？それとも、なんか、人間関係的な感じ？え、最初ゾンビメインで、なんなんなんですけど、最終的に人間関係なんですよ。あの、ウォーキングデッドみたいな感じね。あ、多分そう、そっち系です、そっち系です。
ちゃんと感動する。いいね。もう全部見たの？見ました。ハッピーエンド？それ言っちゃダメか。わかんない。俺さ、結構俺、ハッピーエンドじゃないと嫌な人なんだよ。ああ、でもまあ、ハッピーエンドじゃないこともないけど、どうちゃろみんな。もうみんなに私、勧めたんですよ、新幹線。あ、嘘。どうちゃろの、ハッピーエンド。まあなんか、でも、あれ知ってます？あの、なんだっけ。ムカデ人間って知ってます？知ってる。それ見たことあります？見てはないけど知ってる。見た？それを高校2年生の時に見たんですよ、一回。うん。手は、マジで、やばい。あれはもう、何も得られんかった。なんか、嫌な。あら、本当に。だから。でもさ、なんか、違う国ではさ、なんか、ムカデ人間を見、こう、見れないみたいな国はあった気がする。こう。ひどすぎ、やばすぎてってこと？やばすぎて。そうそうそう。まあって考えたら、まあ新幹線は、まあでも、いい話では。おお。じゃあ見る価値あるね。あります、あります。結構いい。見てみよう、この後。あ、見てください、ぜひぜひ。うん。ということで歌って。はい。あ、やばい。で、電話来たわ。マジですか？うん、大丈夫。はい。じゃあ歌ってよ、なんか。何が好き？何が歌好き？最近ハマ、電話？電話？ハマってる曲。うん、電話来てる。いいよいいよ。最近ハマってる曲は、香水？香水って曲。ああ、知ってる。あれは結構好きだ。マジですか？ちょっと待って。おおおギター付きじゃん、やば。なんて夏に、でそれサビだけじゃちょっとサビだけありますね。どうだキーだな。で別にじゃあ行きます。イエーイ、行きますね。別に君を求めてないけど、横にいられると思い出す君のドルチェ&ガッバーナのその香水のせいだよ。イエーイ、やば。ねんですけど、何これ、大丈夫？ギター上手くなったね。いや、てか、前がほんと下手すぎて、なんか、やっと、なったかな、みたいな。すごい。いや。最高。みんな、パチパチパチ。いや、なあ、そういうことか。いやいや、あーって棒読みすぎやろ、と思って。いやいやいや。いや、そんなさ、歌ってつつ、それギター前出てきてさ、歌ってくれると思わなかったからさ。そうだ。準備万端じゃん。いや、なんか待ってたやつみたいな、恥ずかしい。最高ですわ。いや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 。ね。ね。最高ですね、まるりさん。ちょっとこれを、ね、ずっとさ、カラオケ詐欺、イコイコ詐欺されてるからさ、俺。いや、3年ぐらいしてますよね。ほんとだよ。どんだけしてんだよ。してますよね。一回も行った。それな。いや、ほんと行きましょう、コロナが終わったら。じゃあ、ほんとにコロナが終わって、はい、すぐ行こう。はい、もう。もう出ていいですよって、もう、なった瞬間。あ、もう、その、もう、最初の日。今、どんな仕事が入ってても言ってください。捧げてくれる？その最初の日。ああ、もちろん、もちろんです。もちろんです。もうほんとに。恐縮。よっしゃ。みんな聞いたね。いやいやいや。ほんとにね。ちょっとまるり女出てないって、ね、やめてっつう、女出してないって、うち女すぐやってます。でも本当に、いやいや全然兄ちゃんみたいな感じなんで、本当にお兄ちゃんとか、ね、お父さん、ね、結構って結構長いもんね、知り合ってから。結局意外と意外とね、
超仲いいだって。俺がまだだって専門学校の頃だったの。本当ですか。うん。じゃあもう4年ぐらい経ってるんじゃないですか。うん、経ってると思う。でした。いやー、ほんと。ちょっと、うまい、本当にうまいから、みんな。なんで。で、1個上ですよね、うちの、確か。今年25。この前になったばっか。あ、ハッピーバースデー。よ、Thank you. Happy birthday to me. でもさ、ちょっと待って、聞いて。ハッピーバースデーいいんだけどさ、コロナ中だったからさ、外出れんやん。やば。そう。初めて誕生日の日一人で家で閉じこもって過ごしたよね。どうでした？ケーキ食べました？ケーキ食べてないよ。マリー誕生日いつだっけ？私3月4日です。あれ？あ、じゃあ1ヶ月違いじゃん。何月？4月4日。わーお。やば。やば。どこで過ごしたの？ 3 月4日何日か私。てかもう始まってたっけ？いや、ギリ始まってなくて。嘘。そうなんですよ。ギリ始まってなかったんですよ。だから普通。ラッキーじゃん。めっちゃケーキ食べまくりましたね。わかったでしょ？こっくらいケーキ食べました。オールの。一人で。ほぼ。やばいね。まだ夜中に食べる？お菓子。けどなんか、そうそう、今、ちょっと、女の子の日で結構やばい。あ、そういうことね。ちょっとやっぱり女性はそういうのがあるんでね。大変だよね。女性の皆さん。もう結構もう大変でしょ。大変ですよ。ねえ、うん。イライラする？イライラします。じゃあ、ちょっと、イライラする前に俺出てくわ。まあちょっと言うてそろそろ。あ、本当ですか。あ、でもそうだね、ちょっと俺お邪魔、結構お邪魔しちゃった。全然そんなに長いする予定じゃなかったけど。いやいやいや、ありがとうございました。いやいや、じゃあマジね、皆さんちょっとお邪魔しました。またコロナ明け。で、コロナ明けに行きましょう。コロナ明けに。オッケー。お疲れ様でーす。じゃあね。みんなありがとうございました。はい、ということでありがとうございました。カラークリエーションでジョウスケさんでした。ということで。はい。あ、顔のやつやり忘れた。すればよかったね。でもちょっと急なコラボやったけん、ちょっとできんかった。はい。結局さ、りょうすけさんのさ、歌わんかったくない？え？結局歌わんかったけど。マジうまいけんな、あの人。やばい。女だったまる。やばい。ちょっとやっぱ女出てるのってなんなんやろ。でも大丈夫。本当に、そんなね、そういうのないんで、私。マジで。うん。マナー大切。マナーね。やっぱりね。歌聴きたかった。それな、うちも。コメント読んでほちんっていうコメントを読んじゃった。ごめんなさいね。ね、やばい、見られちゃった？どういうこと？マルリ早く寝な。なんでそんなこと言うの？あと何分だこれ。言うてね、もう1時間喋ってます。言うて1時間喋ってますね。ルーミーコラボ。はい。ね、うち電波悪いんかな？コラボしたいって。何？なんか話したいことあるってことかしら。なんかさ、一回会ったやん、変な人。おって。留学のなりすましみたいな人って。あれからなんかコラボするの怖いっちゃう。だから本当に、ちゃんとした人とやりたいなっていう。黒もえしたまるちゃんの前髪したい。まるちゃんの前髪さ、今日載せたやろ動画。それ見てやってみて。何もしてないけん。全然難しいことしてない。なんか、普通に、
あれマジ怖かったよね、あの人、偽竜が。でも確かにおらんくなった。多分ね、みんなが通報したんやろ。多分おらんくなったよね。え、止まる？マジ？ちょっとダメだね、うちの携帯やっぱり電波。フォートナイトやりたい。あり。マリ、サキって呼んだけど、サキ。笑って、撮るから。あ、今の撮らないで。やめてね。今のはごめんなさい。めっちゃずれてる。え、マジやだ。無理。服白系と黒系どっち？何が？好きなの？好きなの？なんだろうね。なんか、日による。日によるかな。あんま白じゃない。黒はあんまり好きじゃないか。とか言いつつ、黒を着るときもあります。そう。たまにね。黒、なんかあんまりかもしれない。黒はあんまり着ないかな。でもなんか黒着てるときはさ、なんかちょっと違う人になれた気がして楽しくない？今日の私、強くない？みたいな感じになるけん、ちょっと好きかな。何年伸ばしたらそんな噂になるかも。それがですね、こちらなんですよ、私の地毛。申し訳ございません。夢をぶっ壊して本当に申し訳ないんですけど、これが地毛です。これはエクステです。でも、もともとこんぐらいあったよね、うち。めっちゃ長かったんやけど。でもね、2年ぐらいかかったんやのかな。何着ても似合うからいいよね。そんなことないですよ。頭になんかついとう。ん？どれ？見えんけど。見えんかった。ね、紫好きすぎて病気かも。わかる、うちもやばい。一時期本当にやばかった。え、どんだけ紫なんみたいな。おうち時間ね、ドラマとか映画見てるよ。でもなんかね、あんまりもう最近見てないかも。一時期見よったけど、一時期なんかその韓国系のやつとか、映画とかテラハとか、でもテラハもなくなったし。兄弟います、お姉ちゃんいます。お姉ちゃんと仲いい。昔ね、結構喧嘩してきたけどね。最近めっちゃ仲いい。腹話術みたいなと最悪無理。今何が欲しい？今？欲しい？もう本当にあの、自由が欲しい。あ、自由か、今、別に。何やろ。何が欲しい？うち、物欲ないもん。なんだろう。え、なんかあれ欲しい。なんかさ、うち運動大嫌いなのね。運動大嫌いけん、ここにあのさ、シックスパッドみたいなやつ。シックスパックみたいな。あの、貼ってからピョン、ピョン、ピョン、ピョンってなるやつ。あれが欲しい。あれをもう貼るだけで生活したいって感じ。いや、もうそれ以外本当何も浮かばんじゃけど。ちょっとなんか、わかんない。なんか、わかりません。今までの日常欲しい。それな。マルリーシュートって呼んでくれたらいい夢見れる、シュート。お金欲しい。あ、すいません。お金が欲しい。それな。それな。現金。普通。いや、でもね、本当にね、暇。なんか、最近マジ一気に暇になった。いや、ずっと暇ってから別に。ただなんか、一気に最近暇すぎてなんかマジ楽しくない。マジ楽しくない。結婚願望あるの？結婚願望ね。ありますね。うん。あるけれども、すぐにしたいとかはないかな。まりちゃんのご飯いつも美味しそう。いやでもね、ほんとね、最近よ。なんか、最近めっちゃするけど。体動かしてなぁ、やばい。動かして、あ、この間マネージャーさんから、マルリそろそろ、あの、ちょっと やっといてねって言われて。すいません。ってなった。見てるかもしれない、やばい。けどちょっと、やばいなって。はい。歯見せててやばくない？なんで？なんで？何何？歯でかいよ、うち。誰もそんなこと言ってないんだけど、ごめんなさい。自意識過剰で申し訳ないんだけど、ちょっと前歯でかい。この2本でかくない？また1時間過ぎと。はい。
マリはご飯は小食全然。あ、でも、ね、昔ほど食べんかも。うちね、昔やばかったと。あ、じゃあ昔っていうか、そんな昔は全然。実家に住んどった時はね、そんな食べんかった。別にママのご飯食べて、みたいな。そんな別に食いしん坊って感じじゃなかったですけど、こっち来て、こっち出てきてから、めっちゃ食べるようになった時がやばかったね。なんでかって言ったらね、お寿司を食べに行ったよ。くら寿司。その時に、先輩と行ったよね。地元の先輩とくら寿司行って、いっぱい食べた方が、勝ちで、いっぱい食べれんかった方がおごりってなって。っていう、そういうのがあるとすごいね、胃が膨らむんよって。で、めっちゃ食べて、で、25皿食べて、で、先輩が19皿で止まったんよね。だけん、あ、これうちも勝ちやなと思って、やめたんやけど、25皿食べた。ことはありますね。全然自慢でもなんでもないんだけれども。っていう話を持っとったんやけど、この間出会ったなんかカメラマンかなんかの人に、いや、ちょっと大食いで自分みたいな話をされて、へーみたいな。で、うち、いや、私25歳食べることありますよって言ってやろうと思ったら、その人50皿って言われて、すごく霞んだよね。うちの25皿がすごく霞んだよね。だって2倍やもん、その人。やけん、あ、それはやばいっすね。っていう。ピザもね、4ホール食べたことあるよ。シーキーズでね、32枚食べたことある。そしたらね、店員さんが来た。ここって15枚で一応元取れるんですよ、って言われたけん。え、何と思って。え、何ダメやん、32枚食べたら、みたいな。はい。で、それが19ぐらいかな。そっから考えると、あんま食べんかったかな、そこまで。てか、なんか外食が減ったんかな、当時より。そう、あとファンのみんなができたっていうのはでかいね。その時ファンが全然おらんかったから、どうでもいいやみたいななっとったよね。自分、そう。でも今はその、みんながいるから、あんま変になったらみんなも悲しいかなと思って。ヨーグルト水切りキッチンペーパーから出て、ほら言ったやんやけん。あれって、キッチンペーパーを内側に入れんと。そうよ。じゃないと全部出るって言わんかった、うち。言ったよね、絶対。もう申し訳ないわ、それは。今日読まれない。マジで。ってやつを読んじゃった。何飲んでるの？ミルクティーです。うわ、マジか、もう、かわいそう。ごめんなさい。ごめんな。ごめんな、とか言って、めっちゃ年上の方だったらすいません、本当に。ほんまに。え、休み？今の？マジ？休み。いつもありがとうございます。2年前くらいから見てるから、かわいいって。嬉しい。ありがとうございます。ミルクティーは紅茶家電じゃない。なんか、ネスカフェ？紫色の。それもなんか色で選んだんですけど、色が薄紫だったんで買いました。てかちょっとみんなにさ、発表がある。めっちゃどうでもいい発表していい？さ、いつもさ、いつもさ、うち、デイジーが好きって言ったやん。デイジー好きやったと、マジでデイジーが好きやったんやけどね。なんか最近ちょっとあれの方が好きになってきた。ステラルーみたいなやつ。え、なんでかって言ったら、なんかデイジーもうめっちゃ好きやったけど、ステラルーって全身が薄紫やん。だけどなんかステラルーの方が可愛く見えてきて、やばい最近。ごめんなさい。本当に。いつもみんな、デイジーって言ったらマルリちゃんって言ってくれるのに。そう、ダッピーの仲間みたいなやつ。声ずれてる？マジ？やり直すか？ちょっと。ちょっと待ってな。ちょっと一回切るな。戻ってきてな、みんな。